レッスルマニア XXV はアメリカのプロレス団体 WWE が2009年4月5日に開催した年間最大の大会レッスルマニアの第25回大会及び PPV の名称である。今大会で大きな話題を振りまいたのは引退時期を逃し自身の体や人間関係に問題を抱えながらも戦い続けるベテランレスラーを描いた映画レスラーに主演した俳優。 ミッキー・ロークの参加であった。発端は当時ヒールとして活動していたクリス・ジェリコが各国の映画賞で高い評価を得たこの作品を引き合いに出して批判をしたため構想へと発展した。当初はジェリコ VS ロークでボクシングマッチが行われるという噂もあったが、ローク本人は試合を否定した。その後ジェリコはディック・フレアーラレジェンド勢を 映画に出てきたレスラーと同じで、潮時を知らない老いぼれだと批判して構想し、レッスルマニアにてジェリコとフレアがセコンドにつき、パイパー、スヌーカースティームボートの3人との試合が決定した。そして試合に勝利したジェリコは、リングサイドで観戦していたロークを挑発。それに応えてリング上がったロークは、左フックでジェリコを越し、大歓声を浴びた。ディーバーズバトルロイヤル。 ありがとうございます。